こんにちは。覚えてますか ?3 ヶ月くらい前にちょっとだけメールをやり取りしたものです。私は佐賀に住んでいる双子姉妹の姉で、その時あなたと東大の話で盛り上がったんだけど、もう忘れちゃいましたか急なメールごめんなさい。久しぶり。急にどうしたと 覚えててくれたよかった別に用はないのただ急にメールしたくなってあれから元気やった車買うとか言いよったけど買ったと買ってないよ相変わらず自転車で通勤中そっちはなんかいいことあったいいこと彼女できたとかできとらんよ そっちは私も。ねえ、あれからどこか新しい灯台行った最近全然行っとらん。週末も家で寝てばっかり。そうなんだ。ねえ、どこだっけ前に進めてくれた綺麗な灯台って。どこの灯台長崎佐賀長崎の。 灯台の先に展望台がある小さな島マスオ君何しちょるとこんなところで薄暗い通りでも吉野の顔に浮かんだ気色がはっきりと見て取れるちょっと小便マスオは抱きつかんばかりに駆け寄ってきた吉野から一歩後ずさった偶然やね私たちの寮ここの裏にあるとよ聞いてもいないのに 吉野が暗い公園を指さして教えてくれる「車で来たと?」とよしが辺りを見回すああうんマスオは曖昧に答えながらもすぐそこに止められている車の中でじっとこちらを見つめている金髪の男を気にしていたよかとマスオがその車の方へ顎をしゃくると今思い出したように振り返った吉野が。 と、めんどくさそうに顔を歪めよかとよかとと首を振るでも待ち合わせしとったとやろそうやけど本当に気にせんで気にせんでってマスオはあきれて言い返した吉野が諦めたように「ちょっとちょっとだけ待っとって」と言い残し男が待つ車の方へ駆け戻る 別に吉野と会うつもりでここへ来たわけではなかっただが吉野の勢いに押されてしまい彼女を置いていくわけにもいかない。悪人上官吉田周一著朝日新聞出版